おはようございます。速稼塾のコブです。さすがにね、深夜に録画その撮影をしているとやっぱ暗いですね。いつもね、朝日がこちらから来る時間に撮ってるんで、まあ顔明るく見えてるんですけども、最近ねちょっと暗いですね。ということでカンテラを使ってるんですけども、なんかこう亡霊みたいな影が出てきますね。ホラー映画みたいですね。ちょっと下げましょうか。こんな感じでいったらちょっといいかな。はい、前置きが長くなりました。まあ動画撮影をしているといろんなことに気づくもんですよね。で、今回ね、億万長者合宿の、まあ、吉谷さんからのお題目なんですけども、じゃあ10年間でね、10億円上げてきました、うん、確かに10億円っていう言葉に、フォーカスするとすごくインパクトあるんですけども、10年で10億円っていうのは、確かにね、割り算すると年間で1億円なんですよ。これ商売分かってる方でしたらまずこんな質問しないんですけども、10億円上げてなんて嘘でしょとか言って、いや、あの年間1億とか言って嘘つくようなね、大した金額ではないですよ。だからその方はね、分かってないんですよね。だからドリームアカデミアに入るべきですよね、そういう方は。何も分かってないんで、その商売も分かってないし、多分ね、バイトしてるところの敷金とか礼金とか家賃とか人件費とかそういう意識もないんでしょうね。あの実際に自分で会社を経営してみると、例えばね、他の商売見た時にそんな売り上げでよくやってるな、絶対ここ赤字じゃんっていうのはね、すぐ分かるんですよ。それは分かりますよね。私の場合はですね、不動産もやってた関係があって、ある町のある店舗にいきなり行って、お店のこう、まあ、側面から見るとね、家賃がだいたい35万円ぐらいだろうなというふうにパッと出るんですよね。これはね、多分ね、不動産業界にいる人とか店舗の、経営管理をしている人だったら誰でもそうなると思います。35万ぐらいかなと思って、10万単位で違うことはないですね。例えば29万とか42、3万のその間に収まると思います。だいたいピタリと一致するぐらいなんですよ。上下1万、2万ぐらいは変わりますけどね。あ、ここの家賃350万ぐらいかなと思ったら、まあ、320、30万だったりね、380万ぐらいだったりとか、そのぐらいに収まるんですよ。まあまあ合ってるみたいな感じでね。これはだから分かってない人には分からないことだと思います。で、私はスーパーに働いていて、冷蔵庫とか冷凍庫の在庫を1週間に1度棚卸しするんですけども、これ慣れてくるとね、本当にね、最初はね、分かんなかったんですよ。先輩とかが言ってたのは、ガシャッと扉を開けただけで1000円単位までなら合わすことができると。見ただけですよ。見ただけでパッと、あ、ここは426,366円かなみたいな感じでパッと出るんですよ。そうすると1000円単位まではピタリ一致していて、100円単位、10円単位、1円単位はちょっとずれてるみたいです。それ私は信じられなかったんですけども、最初はコツコツ棚卸してたんですけども、ある時ですね、めんどくさくって、まあ38万ぐらいじゃないのって感じで387621って書いてあるんですよ。で、在庫の点検が来ましたね。ほぼ合っていたという、本当にね、1000円単位まで一緒だったんですよ。まあ、そういうこともありますんで、で、結構蓋を開けてみたらね、今は違いますけども、私の勤めていた頃っていうのは、そのスーパーは結構そういうことをやってる人が多かったらしいです。3年目ぐらいから。在庫を棚卸しするんじゃなくて、見た感覚で金額入れるとかね。で、全然違うってことはなかったですね。まあだから上場したわけなんですけどね。まあそんなことがね、結構あるんですよ。だから商売をちゃんとやってるっていうかね、ちょっとかじってると、あ、そういうのあるよねとかね、それは違うよねっていうのが分かってくるようになると思います。そのうちの一つが、吉田さんが10年間で10億円作ってきましたって言っても、はっきり言って10年間で10億円っていうのは、倒産してもしょうがないような会社もあります、その中には。ただまあネットビジネスになると粗利が高いんでね、10年間で10億ってことは、まあ利益的に、10年間で6億とか、7億とか少なくとも5億とかになってきたと思いますんで、ネットビジネスのラリーって 80% 以上ですからね。まあですんでね、私から見ると10年で10億っていうと小さい売上ですけども、でも粗利が高いんでやっていけると思いますね。で、吉田さんの上手なところは10億ってところが人の胸に響くから、10年で10億っていうふうにね、全く嘘は言ってないですし、表現としては適切なんですけども、これね、分かってない人は、これにね、疑いを持ったりとかね、で、ある程度の人は、あ、すごいなと思ったりするわけなんですよ。でもやっぱり、すごいなと思うところから、10年間で10億とは言わないですけども、1年間で1億とは言わないですけどね、1年間で自分一人で1000万ぐらいから始めたらいいんじゃないですかね。はっきり言って一人でやる商売で1000万作れなかったら、もう何をやってもダメですよね。私はそう思います。だって、1年間で
1000万の売り上げを立てるってことは、あらりとかね、控除、税金とか考えると年収400万とぴったり一致するんですよ。だからどの会社に勤めてる人でも一人でね、1000万ぐらいの売り上げをその会社の商品とか会社の看板使って上げれないんだったら、これはもうね、アルバイトで決まったことをカチンカチンとやる時給の方が世のため、人のためになるんじゃないかなと思います。これは冷たい言い方に聞こえるかもしれませんけどね、本当に自分の職責を全うすれば、まあね、組織に属していて自分の持ち分で売上1000万、年間で80万、あ、年間、月間で80万、そんなに大きくないですよ。ね、月間で80万の売上立てろって、なんですかね。まあ、100円の商品売ってたら難しいですけどね。それは私、スーパーマーケットに勤めても、そのくらいやりましたからね。やりますよね、それはね。だからね、妙なことを言うもんだなと思いますよね。ちなみに私のスーパーでの平均日販、私の部分60万ぐらいなんですよ。平均日販ですよ。1日60万ぐらい売るんですよ。で、60万かける30してみてください。1800万でしょ。で、ボーヤの年末もあるんで、まあ、そういう数字になるんですけども、1800万かける12してみたらどうですかね。3億ぐらいになるんですよ、やっぱり。一つの部門でスーパーの中でも3億円ぐらいの部門があるわけですよ。私は魚だったんですけどね。で、3億。じゃあ肉が同じだとして6億でしょ。総菜がまあそんなにいかないんで2億ぐらいとしますよね。どうですか、8億じゃないですか。そんなにね、億っていう単位は今ね、そんなにね、インパクトはあるけども、バカでかい、商売上としてはバカでかい金額じゃないですね。まあネットビジネスは繰り返しますけど、粗利が高いんで、はっきり言って年間で1億円売らなくても大丈夫です。月間で、例えば100万売り上げ作りますよね。そしたら、7、80万のラリーが残るんで、月収7、80万。ね。いけそうでしょ。ということだと思うんですよ。まあ、それにつきますね。ちょっと失礼します。まあ、それでですね。信用しないなら見るなってことなんですけど、まさにそうで、詐欺なんじゃないかなと思いながらずっと見てても全く意味がないんですよ。これは聞くべき価値があるなってものをいつもね、狙っていた方がいいと思いますしね。それをしないのはやっぱりこう単なる警戒心とか疑い精神ではなくて、なんかね、論破精神っていうかね、人をとっちめていい気持ちになるだけで、自分のビジネスは全く進まないと思いますね、そういうのは。だからそういう方は再生数の中からどんどん消えていった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。そのために継続してるわけでもありますしね。で、ずっと見ていて確かにそうだなと思えば行動を起こしていただければいいですし、行動は起こせないまでも何か学びや気づきがあるなと思ったら再生ボタンをまた押していただければいいんですけども、こいつはダメだと思ったら早く退場して別のことやった方がいいですね。口論で買っても意味がないんで。ということで、以上のような形でございます。大和くんが泣き始めました。じゃあ、いってらっしゃい。